<laughs> なるって <laughs> 岡田さんででしょうお疲れ様ですあの今日ね礼儀正しさとかあとねそういったこうどうしてもやちゃんと。 まず身につけとかなきゃいけないことって結構あると思うんですよ。はははいいいそれができてないとその感覚が狂ってくると受け入れられなくなるし一つ言って今すげえ回しうまいよ。俺びっくりした。はいどうぞいきなりダメになるよこっから。でねそういった中の一つにやっぱねこれ対女性からすると一番重要なのがね僕清潔感だと思うんですよ。

だからその基準が間違ってる可能性がね結構あるんですよ男性ってまああの普通に見ててうん問題提起できてるほんうんうん電車の中歩いてるところ隣に座ってる人とかんかもうなこれちょっとやばいねみたいなだからそこのえっと女性が言う清潔感の分かってる人分かってない人の違いを早めに把握させてあげたいですねうんどうかな今の。 <そ>う <laughs> 今の聞き方どうかな。<laughs> 今、今、今、あ,あの、女子の言う清潔感を。<laughs> うん 何が聞きたいのか分かんなかったね、僕いまいち。ごめん、ごめん、ごめん。なるほど。僕も分かってないんですよ。あの、台本読んでるだけなんで。あの、カオスになるパターンだ、これ。ごめんなさい。えっと、パッコミ生理的に嫌だとか、そういうところからまずちょっと知りたいですなるほどね。まあ、でもこれはね、矢口先生の方が詳しいんじゃないですか、やっぱ。全部俺か。まあ、歩く清潔感ですからね。まあ、それはよく言われますけど。 <笑>何で笑うの簡単だなぁ<笑><笑>あえどどっちが答えるかいやまあだまあでもこれケーススタイルで話してった方がいいよねああそっかそっかうん、うん、どっちかっていうとさ俺あの例えばあのまあちょっと髪の話とかになるんだけどまずやっぱりこうなんて言うんでしょうねちゃんと毛流れってあるじゃんううん、うん、うん、で 毛流れがちゃんと通ってるっててるいう溶かしてて、うん、ちゃんと作りたい形に流れてるっていうところは、うん、あの女子から見たらパッと見であこの人単純にあちゃんとドライヤーしてるなとかちゃんとブラシしてるなとか、まあ、ブラシまでいかなくていいから <laughs> せめて、うん、でもちゃんと、ね、自分の髪をほこりを落として洗って。 で綺麗にドライヤーちゃんとねあの翌日にそらえてドライヤーしてるとかそういうのが分かる範囲の毛流れってあるじゃないですか、はい、要は手入れみたいな。はい、であれをしてるっていうのは大前提であると思うんですよ、うん、要はペットショップペットなんかもそうじゃないですかまず捨ててきた子を拾って最初にやることっていうのは、うん、ブローなんですよ洗って。なるほどね <laughs> 見違いますよねだから当たり前なんですよまずはそこはね。でそれを当たり前を踏まえた上で、うん、これ実際に僕の実体験なんですけど、はい、ご飯食べてて、うん、すげえかみ触るやつがいるんです。わ<ー>かりますロン毛なんですけどだんだん誰か分かっちゃったけど <laughs> あのすっげえかみ触るんですよ。 無理でで俺正直無理だわって言ったんですよ一緒にいた人にうん、うん、したらもうやっぱ全員思ってたんですね女の子あ,あそうなんだ、ねうん、全員やっぱ思ったってでなんかそのやっぱり癖になっちゃってんですよねなるほどね うん、でそれって例えばじゃあそ,んな、まあ、その人一般的には右霊なんですよ。でちゃんと髪もセットしてあるしよく、うん、してあって身、うん、なりもすごく気を使ってるんですよ。うんうん、お肌も綺麗、うん、だけどやっぱりじゃあじ洗練された女子がね、うん、どんな髪長くてもご飯中にそんな髪触るかっつったら触んないですよ。触んないね だそういうふうにこうやっぱりこう見えてないんだな、えーうん。要は自分は多分今までたそういう人って多分単発だったと思うんですよ、もともと。おなるほど多分ね、俺の予想なんだけど。うん、で、髪が長くったって、で、うん、要はケアもして、ちょっと自慢の髪になってきたと。<laughs> だからもう触るのが癖になっちゃってんですよ。だからもうそのキャリアが長いと。 はい、髪触んな気持ち悪いって誰か先輩が言うから <laughs>、う,う,うん。倒るはずなんだけど、大人になってからそっちになっちゃってるから、多分それは誰かが言ってあげないと、収まらないと思うね。はい、これは面白いから泳がせてるんだけど、<laughs> <laughs> 性格悪いから。うんうん、でもやっぱりあれは全員、女子がやっぱり全員言ってたから、あれはやっぱり男子の,あの気づかない。 無意識でやってしまうありがちなことだよね。あの顔を触るとかも結構そうだと思うよ。不自然な感じです、ね。そうそうそう,そう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 。違和感え、髪の触り方っていうのをき上げる感じそんな感じ。女がラーメン食うみたいな。そうそう、女だってラーメン食うときで結ぶときにグッて一回やるじゃない、うんうんうん、あれをずっとやってんだ。ずっとやってる感じ。 女だってさ昔よ俺たちがすごく若い頃は、うん、こうワンレンでかき上げながら食べるっていう子結構いたじゃん <laughs> でもあれがさすごい文句言われたから女の子たちってすぐ縛るっていう方向にみんな移ったじゃん俺あれああいう女の子の動きってすごいと思うのよあそこはね俺本当思ううん,うん、うん、客観的に自分を分析する要は可愛きりゃいいってもんじゃないっていうか分かっててでも男ってやっぱそういうところが抜けちゃってるからはいはいはい マジできめえなっていうことを平気でやっちゃってるっていう。うん、まあ、これ一例なんですけど。一例でもすごいね。うん、深いね、これ。いや、ありません。でも、そういうことってあると思うな。ある。ね。うん、やっぱ、あの、清潔感の一つの、なんていうの、簡単なあれで、匂いとかもあるじゃないですか。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。あんなも自分。うん 自分の匂いって結構分かりにくいですよね。ずっと慣れちゃってる。あそこら辺の他人目線、うん、第三者目線、第三、うん、者あ嗅覚うん、うん、がないと、ああいうのも良くない。よくない。いやいや、本当本当本当そうだと思うよ。第三、うん、他人目線、何て言うんだっけ、あれ。あ<ー>第三者目線。客観視っていうの客観視、そうそう,そう客。客観的に見る。 まあ、家具、家具っていうなんて言うんだろうね、わかんないけどね。<laughs> 客観的にできてないよね。うん、そうね。客観視ができない人は大体せっけつなのかもしれない。うん、うん、うん、うん。だから、例えば、自分がずっ、ね、寝た部屋とかで。うん。枕が匂ったりとか。ああ、ああ。例えば。じゃあ、あの、部屋に戻ってきた時に、なか、こう、久々にいった時、部屋に戻った時に、自分の匂いがする。うん、うん。っていうのは。うん,うん。うん、まけ、あ。 っってるって思った方がいいですそこからちゃんとその出かけるまでにケアをしないと、うん、結構によってますよっていうことだから気をつけた方がいいのとあと結構ねあの僕コーデコンサルやってて、はい、いろんなことを服の話をするじゃないですか生徒と。でみんな結構ね生乾きについて適当なんですよね。あー 指摘して初めて「うん、あ気をつけます」とかあ「確かにそういうち部屋で洗濯してたので」<ー>とかそんな感じなんですよ。こいつずっっっとと臭かかたたただだだろうなと思うううな思んでです正直そうだよね、うん、そう確かににに指摘視覚覚的には良くててもも<あ>感じ時嗅覚ダメだったらマジ 結局その自分ではちゃんとさっきの髪長い男と同じで自分ではちゃんと毎日洗濯してるし干してる清潔なものを着てるっていう作業をやってるつもりなんですよ。だけど第三者からしたら生乾きの洗濯物を着てたらどんなに清潔だろうか汚いわけですよ。汚い、ね、臭いわけですようん、うん、だからあるいは逆にちゃんと洗ってたとしてもすげえ洗剤の匂いが強い。 これもいるじゃないですか<あ>ダウニーの匂いが強いやつあれ気分悪くなるよねあれも本当気分悪くなるんですよでもそれがやっぱり自分で分かってないんですよ他人からどう映ってるか,てかなるほどなるほどてかなんでしょう他人からどうかなちょうどいいかなっていうところを測る物差しを持ってないんですよねそこだよね、うん、そこだよね、うんうん、だからそこを気をつけてほしいと思いますよええ清潔感だけでダメになっちゃう ことってあるもんね。いや、あるし、仕事もできないと思うできない<直>そう、うん、なんか、ダメな人だと思っちゃう。うん、うん、うん、うん。本当に、本当に。ホームレスと同じ扱いよね。いや、いや、いや、本当、本当。だから、そういう意味で、やっぱり女の子で。ね、うん。あのー。模倣するっていうのかな。うん。 観察するっていううの大事だと思うそういう,視点でそうだよね女の子の部屋とかってめっちゃいい匂いするよね。うんうん、だしこう振る舞いにしてもさやっぱり不潔なことってしないじゃんマジ、まうん、で。うん、なんか特別なことしてるかっていうとそうじゃなくって、うん、た例えばあの子たちの場合って体をかいたりすることだってすごく 隠しなながら書くじゃない <laughs> 確かにすごく上手じゃないそういうことがだから、あのー、そういうのも含めてね観察するといいねい,いちいち言及しちゃダメだけど <laughs> うん言及したらまた気持ち悪いやつになるから気持ち悪いね、うん、もああなるほどなーってことはいっぱいあると思いますよ、うんうん、でもだからあれなんだろうねこう結婚してからモテ始めた人って意外といる多いんだろうねああそういうことか、うん、今までは多分そっか 女の子の手が入ることによってそういうことね、うん、よし、はあ、よくなったんだよそういうことか、うん、なるほどお母さんじゃダメだったんだねちょっとした差だからねもうそんな余裕のシャツ嫌ないでっていう、えー、そういう一言で人生変わるから変わるね、うん、そっかだから第三者目線もう一番身近な第三者目線だもん うん、そうそうだから俺、だから笑っちゃうとか、結婚とか興味ないっすよとか言ってる言って、しわしわのやつとか見てると、本当笑っちゃうもんね。<laughs> 興味ない結婚興味ないっていう言葉を。いや、<う>お前みたいなやつの方がしてもらった方がいいんだぞって思うもんね。なるほどな。わかりました。なんかちょっと突破口が見えた気がします。はい、結婚しますみたな。なんで、物差しをね。 もうう一個持つってことが大事だ身近なそういうのも判断してくれる女の子友達でも近場にいるといいよねとりあえずあ、ね、とりあえずだね、うん、本当はねうんでもなかなかそれを作るぞ今動いてる人も多いからまずは自分で周りから見てどう,どうかちょうど、うん、ちょうどいいかっていうところをね、うん、あのもう一回確認するものさしを持っておくと岡田さんに相談すればいいんだもんねそこは僕が清潔かと思俺にい嗅ぎたくないからね <laughs> 俺匂い嗅ぎ高くないぎからね俺基本的にばっちリの大っきだからねああわかるあ<ー>すごいよねいやでもさ矢口さんもそうだよね俺は結構自分が汚くなりがちな人なんでああな,なるなるって何ああ <laughs> な,なるって何が <laughs> 矢口さんはあ,のあれだよねあの男としか会わない時って、うん、特に俺 ん。<laughs> しか会わないときってすげえ手抜いてくるよう、ね、そう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 , <laughs> そう,そうなのよくご,ご存知で俺お母さんみたいに怒るもんね <laughs> あのね安心していらればいまですけどまあまあまあどっかでちょっと気を抜かなきゃいけないですからね,ね、うん、確かに うん、ああだからそういう TPO も分かってるっていうのも重要かもね。まあそうね、もうあなたの場合はパッと見たときに、この人の予定が分かるもんね。あ、こいつ、とりあえずなんもないんだななん <laughs> もないんだな <laughs> 今日今日なんもないんだ、こいつったら分かるもん、ね <laughs> あ。あと、東南アジアとか、気を抜いていい国に行けば行くほど、ああ、なるほど、なるほどね、確かに。という感じです。はい、わかりました、はい。では、ありがとうございました。はい ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。